森達也は、日本のドキュメンタリーディレクター、テレビドキュメンタリーディレクター、ノンフィクション作家、明治大学特任教授、広島県呉市出身、新潟県立新潟高等学校を経て、立教大学卒業。立教大学では、自主映画制作集団、パロディアスユニティに所属し、同サークルには、黒沢清や塩田明彦らがいた。 漠然と社会活動を恐れたため、就職活動はせずに、モラトリアムとして、アルバイトを転々としつつ逃避のために7年間、関心がなかった演劇活動に打ち込む。29歳の時、林会賞の監督デビュー作、夢見るように眠りたいに主演するはずだったが、森が入院したため大役として、佐野志郎が出演し、 佐野の演技力と作品のヒットの結果で役者を諦め、就職活動を始め、最初に広告代理店に就職。その後も、職を転々とし、不動産会社、商社、そして1986年テレビ、番組制作会社へ転職。後にフリーになる。1992年にミゼットプロレスの、テレビドキュメント作品。 ミゼットプロレス伝説小さな巨人たちでデビュー。広報副部長、荒木博士を中心に、オウム心理教信者たちの日常を追う、ドキュメンタリー映画、A を公開。ベルリン国際映画祭に正式招待される。2001年には、続編、A2 を発表。山形国際ドキュメンタリー映画祭に、プレミア出品され、市民賞、審査員賞受賞。 一方、テレビでは、フジテレビ、ノームフィックス枠で、秋山正人、筒見祐二、清田松明エスパーを職業とする、者たちの日常を捉えた、職業欄はエスパー。他の生物を犠牲にして生きる人間の矛盾を描いた、1999年の、夜高の星、放送禁止か歌っているのは誰寄生しているのは誰 など、タブーから目をそらさない姿勢で取り組んだドキュメンタリー作品を続けて制作。2014年に全国的な騒動に発展したサムラ・カワのゴーストライター問題を題材に映画化することとなり、同年秋から関係者への取材や撮影を極秘裏に進行させ、2016年にフェイクを劇場公開した。制作中の報道では、 サムラ・カワチやラガキ・の味方や関係がひっくり返るかもしれないとされた。ありがとうございます。